こんにちは、えー、最新ジェブファミリー、えー、吉岡です、えー、今回はホアレーキジャムについて、えー、比較検証というね、えー、ちょっと比較検証硬いか、えー、比較検証になってあの 2, 2人のね、えー、ちょっとホアレーキの,あの形を何が違うのかっていうことをねちょっと見、えー、比べて検証していきたいと思いますえっ、ー、とこれホアレーキマストが前に出るっていうよりは <laughs> えー、本当の本質っていうのは、まあそのすぐ出る角度じゃなくて、体の使い方なんですね。だから、まああのー、どのくらいっていうことを、どのくらいこう何内側に体が前傾、内傾、えー、倒れ込み内傾と、ブーメン内傾いかにこう連動してできるかっていうところなんですね、これは実に言うとこれあの、かなりレベルが上がってきてる方、F 君なんですよね。えー、先シーズン、えー、急に ものすごいいい感じでできてきたっていうところなんで、えー、それのちょっとこう検証なんですね、だからまあ、一番根本的に言うのはマストがもう出てる、出てないよりは、体をいかに使うかっていうところ、でポイントがね、2つぐらいあります、えーえー、ここから先、本当にもう加速して抜けていくっていうところまで来てるんですね、だからこの加速、えー、8割方結構うまくきてる、ただこの最後の抜け方が悪いっていうこと。 それはあの最後の抜けだけじゃなくてその前の形っていうのも結構あるわけですね、えー、そこでえどうなるかっていうところであの左の画面がえ F くんですそして右の下が私です、えー、私の場合こう極端のフォアレーキっていうよりはえまあフォアレーキはしてるんだけどもちょっとコントロールしてるっていう形なんですねまあ,あのコンディションが違うのででもこうシチュエーションが結構似てるのでえちょっとえー 一緒にこう比較していきますで F 君の場合はこれ4.7ぐらいなのかな、えー、ボードが74リッターぐらい、えー、私の場合は5.3でボードが100リッターっていう形なんですね、えーまあ、その辺の違いがありますのでこう、あのーまあ、その辺はね、えー、雰囲気が違うのでちょっとスピード感とかちょっと違うかもしれないですけど、えー、ちょっとかなりいい感じで比較できますのでぜひ、えー、見てくださいそして、えー、F 君すごい上手くなってますね <laughs> あとは本当に最後抜けるだけ なんですよその違いっていうことをね、えー、検証して、えー、お伝えしてもうポイントは2つっていう感じかな。えー、それなのそこをちょっと見てください。えー、まずね、えー、じゃあ F 君の方から、えー、ちょっと見てみましょう。ね、左上の画面です。おおおおうまい。っていう感じですね、えー。やっぱり最後ちょっと止まってしまうっていうのがあるんで、ちょっとあれなんですけども。えー そして次、私を見てみましょう。えー、ちょっと緩いですけどね、風がね、えー、ちょっと緩いですけど、ちょっと見てください。えー、右、右の下の画面ですね。う、えー、そしたら、まあね、真っさヒュッと前に出てくる、ね。でも、極端には出てない。でも、風、えーまあ、が出ますけど、止まってないという状況なんですね。まあ、これの違い、なぜかっていう、どっちかと,いうと止まらないんだったら、どっちかっていうと、実は、 えーね、吹いてる方が4.7でブリブリ吹いてる方が止まらないはずなんだけど、えー、その辺のちょっと違いが何があるかっていうとこで、ねえー、見ていきたいと思いますじゃあ2つちょっと並べてちょっと見ましょうギューっとしてうおーッおー止まらないおおどこの形が違うんだっていうとこですよねどこの形が違うんだっていうところになってると思います、はいえー、じゃあこれをちょっと見ていきましょう えっとですね、まずね、えー、細かくいきますか。えーまあ、アプローチはねそんなあの極端に下ってないんですね。えーあのー、下ってな、ね、い、えー、本来ねこうもうちょっと下った方がスピードがアップしていいんですけども、そんなに下らずにやってるまあそれでね、ちょっとこれ、えー、見ていきましょう、はいで。まずこれでアプローチの段階で、えー、来てます。 おっと、ここからレール入れるところですね。えー、これは同じような画面があるので、ちょっと見てみましょう。そのこれもそんな下ってないです、えー。ここからちょうどアプローチ。このくらいかなこのくらいかなっていうとこです。大、え、体、ー、いいこれ同じようなシチュエーションで、ちょうどレールがちょうど入り始めた。 最大の違いのポイントは2つあるんですけれども、いいですか、細かいポイントがあるので、細かいポイントもちょっと解説していきます。これね、あとでじっくり見て、ね何回も何回も見直して、ちょっと研究してみてください。で、まずですね、ここでレールを入れるぞっていうとこの、見てください、これ、頭の位置がちょっと違うんだよね、細かいこと言うとね、頭の位置が、こっちの私の場合は、ブームの下に頭がしてる。 F っちの, F 君の場合はブームの上に頭がしてるっていうそこの違いというのは少しある。で、最大の違いはこれ、セールの引き込み具合が全然違うんですよ、実と。これあの、声量を引き込むときに、えー、肩の平行ラインってありますよね、えー。ボードのセンターと同じぐらい肩の平行ラインをすることによって引き込める。で、肩や、えー、これは私の方はね、肩の平行ラインで引き込みを強めてる。肩や、えー、F 君の場合は、ちょっとこう。 前を見る感じになってきた来てしまってるので、えー、ちょっと後ろのブーム手の肩が開いちゃってるんですね。風上に閉じてないんですね。だからちょっとブームが開いてるっていうのがちょっと分かると思います。これちょっとこの前,をこの前にちょっと戻ると分かりやすいんですけども、えー、ほら、ここまで結構ね、閉じてるんですよ。で、ジャイブに入ろうかなっていうときに、ほら、開いてしまうんです。いいですか。全然違うでしょ。ここ。ここで開いてしまった。で、私の方をちょっと見てみましょうか。 落ちてるんですよ逆にこれは完璧にあの肩の平行ラインなんですね。いいですかで、そこがもうね、1つのポイント。まあ、ここでセールのパワーを逃がしちゃってるっていうことにもなるんですね。えー、だから後半にこれもつながっちゃうんですね。アップルスピードがちょっと落ちるっていうことになってしまいます。私の場合はこう あのちょっと風も53で100リッターで、ちょっと弱い感じなんだけども、ここでしっかりと引き込みすることによって、本来ね、風が弱いんで、えー、アプロスピードも多分ちょっと遅いので、えー、後半失速するはずなんだけども、これがちょっとしづらくなってるというところ、この違い、まあ、細かいこと言うといっぱいですね、本来は2つですよ、<laughs> これからね、最大の2つのポイント言いますけどもね、えー、そういうことです。 でまあ、ここでもそうですけど、ブームの上に頭が来てるっていね、この頭の位置っていうのは結構重要なんですね。えー、これは縮んで伸びるってね、ブームの下に来れば来るほど、えー、体がちょっと、えー、膝が落ちて、えー、膝の可動範囲が使えるっていうのもありますので、これ身長の差があるんで、一概にはちょっと言えないんですけども、えー、私はそう思っております。えー、いいですかそして、後の大きな違いっていうのは、いいですかここで,こ,ここでもう入ってます。で、セールこんなに開いちゃってませんもんね。 ええ、これは何がほらこれ見てくださいこんなけ聞き込みが違うんですよこれ完璧にこれ出す進行符が使えるっていう感じになっちゃうんでねちょっと戻してみましょうこれできすぎたねこれここがもう全然違うんですこれの形が作れるようになると実はと本当に失速がなくなってくるんですねいいですかで これ、もう内径、倒れ込み内径し始めてますよね。えー、で、あとのもう一つ、これ、最大のポイント、二、ね、つのポイントのポイントっていうのは、これ、実を言うと、これね、体の根ョ性が足りてないんですね。フォアキやろうとしてるけど、あのー、これ、私の方を見てみると、肘の前の畳、まあ、外での畳み方が全然違うんですね。えー、だから、もっともっとこう、えー、引き込んで、えー、肩の平行ラインで引き込んで、前の。 マスト前乗りっていうのがねマストに頭がつくぐらいの前乗りになってる。ってことはもう前足過重なんですねほぼ。でかたや F フ君の場合はこれ実ゆうとこれかなり形はいいんですけどまだ後ろ足重心なんですよ。これがここに入った時点でこの後半にもずっとその後ろ足重心が残るんですよ実ゆうと。そうすると、えー、最後テールが沈んで失速するっていう形になっちゃう。 まあこれ、フォアレーキですよ、でもね。私、今回解説してるのは。これ、ノーマルジャイブじゃないですか。違うじゃん、後ろ足ぐグッと回すじゃんって言ったって、これ、ノーマルジャイブなんとはちょっとフォアレーキなんですね。だから、フォアレーキなので、荷重をかける。で、前足に荷重をかけて、レールをキープして、レールをね、長いレールをキープして入る。あとは後ろ足の、前足に荷重があのしっかり残ってれば、後ろ足でギュッと押しただけでも、えー コントテール量の沈み方をコントロールでいくやつ。後ろ足で荷重かけちゃうとコントロールできないです。沈めたら沈めっぱなしになっちゃうんです。めんどくさいんです、えー。また体重心移動で戻さなくちゃならないですから、ね。そのタイムラグによって失速しやすくなるんです。えー、だから前足荷重いうのをしっかりと前足に重心が乗せてで後ろ足で蹴ればもうすぐ戻せんです。重心は前にありますから。これ後ろ足荷重でやっちゃうと後ろ足に重心が残ってるとそれを今度は体の また体を持ってからゃう、ね、そうするとね、結構ね、えー、難しいんです、実言うと。これ、うまくなるとできるんですけど、難しいんです。えー、そうすると、必ず後半失速するんですよ。だから、そこのポイントっていうね、えー、これ、よくあのコンバージョン、コンバージョンって、最近よく言ってますけどもね、そのコンバージョンなんですね。もっともっとコンバージョンすることによって、後ろ足荷重じゃなくて、前足荷重。えー、っていうことになる。そうすると、後半のつながりがまた違うんですね。これ後ろ足 過剰にちょっっっとなってしまっているので後半ずっと後ろ足に体重が残るんですよ、実に、ね。そこがね、最大のポイントです。ね、ねいいですか。おっと、ほら、いいじゃないですか、これ、完璧。これ、でもこれいいですよ、これ完璧にタオル力見ないけ。ここで引き込みが強くなってですね。ちょっと気持ち遅いんです。だからその前の形を作り上げれば簡単です。ここまで完璧にフォアリーできてますから。ボードがこっち向いててもう あの体はもうジャイブの出口みたいな、もう本当にかっこいいですね。で、これ理解できると、この後半、すごいかっこよくなってる。ね、これはね、私の下の動画に比べると、すごいかっこいいんですよ。私、そんなに出てないんですよ、マスターはね。だからもう、この形だけ言うと、えー、F 君の勝ちなんですよ、実言うと。ほら、これはそんなに出してないで、軽くやってる。ね。ですよね。はい、こんな形です。 これだいたい同じシチュエーションとかも、まあその出っぷりがい、ね、もう10度、20度違いますからね、えー、かっこいいのは、えー、左上 F 君の勝ちっていう、この時点で言うと、と、えー、いうことになるわけです。はい、そして、えー、ちょっと前に進みましょう。キュッと、ね。で、ここからあのひ右の下の、えー、私の場合は、こう声量をん、ちょっとパワーを入れて、えー、後半の失速に備えるっていう形です。 でこれでも、前足の重方に重心が乗ってますんで、後ろ足で、ね、テール沈めてやってますね後半、簡単にフッとこう後ろ足をフッと力を抜けば、えー、戻るわけですね。えー、沈みを、えー、テールの沈めた力をフッと力を抜けば、えー、簡単に戻るんです。テールが沈み込みが、今度は沈み込まなくなるということになるわけです。えー、これ、前足に荷重がないとそれはできない。後ろ足に荷重が残ってると、自重とそれができないということになってしまいます。はい、じゃあ、いきましょう。 おったかっこいいっすね、これね。完璧じゃないですか。おーマストの出っぷりが俺、全然いいし、引き込みも強いな。ね、<laughs> いいじゃないですかね、これね。マスト手がすっごい伸びてて、かっこいいっすよ、これね、えー。完璧。ほぼ完璧。ただ、見てもらうと分かるけど、この頭の上から、えー、両足の股関節にこう、両足のこうスタンスのちょうど中心にこう来るね。 え重心というのがやっぱりちょっとこれ見てもらうとちょっと後ろ寄りなんですよ。後ろ寄り。で、私の場合はこれがちょっと前寄りなんですよ。その違い、ここのこう動画、あの写真を見てもらうとほぼ同じなんですよね。形的には。レールの入り方、レールのこう、ね、う見え方、えー、がほぼ同じなんですよ。真下の出っぷりはもっとね、えー、吹くのがいいですけどもね。で、ここからぐってくる。で、後半ね、失速しないように。えー、ここからこう。 体重を戻してくるってくっいうところちょっと見てみましょう。はい、ね、これは本当にもう、これセール回数、ちょうど。そうすると、ここで違ってくるのが、実を言うと、えー、重心の移動の、これはやっぱり後ろ足なんですね。えー、服の場合は後ろ足にちょっと重心が残っている。えー、だからレールの入り方が、これ、ジョイントよりちょっと手前ぐらいのレールの、えー、ジョイントよりちょっと手前ぐらいかな、レールの入り方が。だからちょっとテールが沈み気味になっている。 えー、い私の場合はもうジョイントの、えー、だいぶ前にレールが入ってるんですね。この違いが後半もっともっとこ出てくるわけですね。はい、でここで、えー、精量回数準備重心の位置ですね。はい、細かいな。<laughs> ここで精量回数置っていうところで、えー、何が違ってくるかっていうとやっぱり重心の位置なんですね。 これあのしっかりね、実はと、えー、私の場合もしっかりと後ろ足で押してますけども、重心の位置が前なんですね。これね、見た目で本当にちょっとなんですね。えー、だから、こう、なんていうのかな、こう前の膝前ストラップの膝にグッて乗ってるか、膝にグッて重心がこう乗ってるか乗ってないか、だからこれちょっと細かく見てみると分かるんですけども、えー、前の膝のこの位置ありますね。前の、エ、え、ク、ー、君の場合、えー、左の上の。 F 君の膝の位置と頭をちょっと線で結んでください。膝よりちょっと後ろなんですよ。ほんで、私の場合、えー、右下の私の場合のこの膝の位置と頭のほぼ一致なんですよ。ほんのちょっとなんですよ、これ。多分ね、10センチぐらいかな。えー、<laughs> 10センチぐらいしか変わらない。これ、でもね、よく見ると違うんですよね、えーえー。もっとこう分かりやすく言うと、この、えー、右下の私の顎の位置と、えー、この 前の膝の位置を線で結んでもらってそのままこうやってね、えー、下につなげていってもらうのと、えー、顎の位置と膝っていうことを考えると、えー、頭の位置がちょっと後ろなんですよだから後ろ足にくってかかってるような感じするんじゃないですかここなんですね、えー、でここで正解しますはいね、えー、前の膝と、えー、前の膝と、えー、顔の位置がほぼ一致してる で、ここ。ね。おおほぼ似てるなっていうとこですね。これもうマスト取ってますけども、マスト取ってるとこまで行く。マスト取ってるちょっと前々で戻しますかね。はい。この辺か。はい。この辺か。ね。おこれはちょっと前にやっぱり行ってますね。少しね。重心がね。はい。あ、これ前ちょっと行き始めましたね。後半ね。失速しないように。はい。です。えー、後ろの膝の曲がりもいい。おこの辺はね、ちょっと修正していい感じになってますね。はい。 おここ、取ってますねお。いいじゃないですか。おここもほぼ、えー、このちょっと次、おこれだ。おっしゃ、ね。こんな感じです。はい、おここだけ、今度見ると、えー、F を描くるのがいいですね。形はね。えー、私の場合は、これどっちかというとこう、ボードの浮力に逆に言うと助けてもらって、ちょっとこう前傾が緩くなってます。えー あのボードの浮力の関係でね、片や74リッター、片や100リッターで、全然テールの浮力が違いますから、私はそれに助けられてるんで、ちょっと後傾でも大丈夫っていう、後傾よりもっとボードを回そうっていうイメージが強く。で片や74リッター、F 君の場合は、これは本当に前に行かないと、えー、本当にテールでブレーキかっちゃうということになりますので,で、この辺の形はね、だいぶいいですね。はい、OK です。あとは何が違うっていうと、 えー、膝の向きなんですだからこれ、レールがキープできなくなるんですよね、g うと F フ君の場合は、このまま、えー、後半いくと絶対に。この前のストラップの、えー、前ストラップ入ってる前足の膝の向きが、えー、ノーズの方向いちゃったんです、G2 と。これ私、私の方私のこを見てもらうと分かりますけど、膝が、ジャイブの出口を向いてるんです、まだまだ。反対の基地方向に向いてるんです、膝の向き。そう、レールがキープできていると。 こ、あのー、F あの場合だと完璧に膝がノー背の方向いてますんでこの後どうなるかというとほらレールがキープできなくなるフラットにもそうするとテールに対してそうするとこのままこうちょっと後傾だから一番最初のこの入りの、えー、コンバージョンができてないおかげでずっとどっちかというと、えー、後ろ足にちょっと重心が残るんですよ、えー、そうするとテールが沈むこれはリッター数が小さければ小さければもう如実に出ますからね、えー 後半ちょっと失速気味になるっていうことなですね膝向きは違うここでもまだ、えー、膝の向きが反対側向いてるんですね、えー、だから体の使い方がちょっと変わってきちゃってはいですよね、えー、そうするとこのままこう行きますとほらこれでもノーズが上がらないんですねえカタヤエフ君の場合は えー、今度は、えー、失速してしまったので沈みかけてるんで,でセールに風を入れようと思って今度は後ろ足にこう体重がかかってセールを引き込みにかかって、えー、これあとのリカバリーなんですね、これね実と失速するためそのじゃなくてリカバリーがうまくなるのでその前の、えー、もう本当に戻っちゃうんですね、これ面白いですよ、入りのコンバージョンができてないとこうなってしまう。 だから、入りのコンバージョンができていることは、こういうリカバリーもいらなくなってよ,よりシンプルに簡単なんですよ。だから、そういうとこが本当に重要。だから、第一番重要なポイントは、そこのコンバージョンというのはそこなんですね。コンバージョンができていれば、えー、リカバリーのこういう形もいら、えー、そうすると、本当にもっともっとシンプルに簡単になってっていうことになるわけですね。えー、いいですか はい、ここでちょっと体重、まあ。どうしてもこれ残っちゃってますよね。えー、どうしても後ろ足に体重が残っちゃってっていうことになって。ねえー、そうすると、こうね、これのまま走り続けててんのと、ノーズが上がっちゃってるのと、全然違って、えー、まあ,この,時点あこの時点でね、服の場合、ちょっと膝がちゃんと向いてますけどね、でもちょっと体のこうねじれっていうのがこういないんですよ、実ゆと。と。ここで、ねえー、最大のポイント2が出てくるんですね。 これ実は言うとの F とあの場合はもうかなり完成度が高いです、フォアレーキあの。私と比べてもマストの出っぷりが全然違いますからね、もっといいですからね。で最後の、えー、2割っていうところで、実は言うと体のねじれがないんですよ。どういうことかっていうと、倒れ込みないけをしました。かりますよねえー、倒れ込みないけっていうのは、風下側、風がターンの内側へ、えー、体を全部向けて倒れ込む。これはあの 動画見てもらもかなりかっこよくできてます。で、えー、片や私のそんなにできてない。ね、この雰囲気だとできてない。でもなぜ後半、こう、この形が違ってくるのか。というのは一つのポイントは、先ほど言ったコンバージョン。で、最後、今度は二つ目の最大のポイントっていう、体のねじれが使ってないんです、実用ブーム、えー、倒れ込み内径からブームエンド内径して精度を返すそのブームエンド内径したときの体のねじれっていうのが必要なんです。 F らあの, F 君の場合は、分面の内気はちょっと弱いんですよね。えー、それは体のねじれは使えてないっていうこと。これあの見てもらうと分かりますが、体のねじれがだいぶ違います。えー、下半身の向きはだいたい一緒です。えー、上半身の向きはちょっと違うんですね。えー、これは体のねじれです。粘点ってやつあの。あのウインドサーフィンの後半、この粘点ていうのがすごい重要になってくるんですよ。この粘点ができるかできないか。 体の頭から、えー、両足ストラップの中心を軸として、体の、えー、上半身がねじれているかねじれていないか、逆に言うと、えー、下半身が内側に絞って、えーあ内側えー、それ体だけ、上半身だけこう内側に絞り込むようなねじれ、それによって引き込みが強くなる。あのー、これ見てもらうと分かりますけれども、も、えー、2人の、えー、ブームのエンドの位置を見てもらって引き込みが全然違う。 ということなんですね。えー、いいですか。えー、そしたあとはね、目線が違いますよね。ちょっと下向いちゃったので、どうしてもね。えー、私の場合はもう進行方向を向いてて、えー、前のマストでの肩に、えー、顎が乗っかるように重心をキープしてる、えー。肩やちょっと下向いちゃってるので、えー、重心が後ろ足の方にかかってしまうということです。で、この粘点なんです。二つ目の最大の場合は粘点。体のねじれなんです。このねじれを えー、どうするのかっていうねわ、それは分かった、ねじれなんですねって、どう練習するのかっていうと、これは、えー、スイッチスタンスの練習する,するしかないです。だから風が、えー、なくても、これスイッチスタンスで走る練習っていうのはできますかこれによって体のねじれっていうのは、本当に体で覚えることあるこれはあのー、分かってるけどできないっていう人は、えー、スイッチスタンスで走る練習をしてください。そして、えー、風がないときもいいです。 でより風がないときでも、えー、しっかりと風を取らて走る練習をしてください。そうすると、これは覚えられます。えー、これはあの何人かいるんですけども、えー、後半で、ね、こうあの失職しちゃう、だから風がない、えー、時期でも、しっかりとボードに乗って、スイッチスタンスの練習をずっとしてましたっつったら、後半、えー、すごいよくなってきたということがかなり言いますので、これはあの必修科目というぐらい、ね、練習する必要があります。 フォアレーキで後半、えー、失速しない。だからまあ止まらないジャブでもいいです。加速するジャブでもいいです。フォアレーキでもノーマルジャブでもいいです。この体の粘点を、えー、体を覚えてください。それのためにはスイッチスタンスローの練習をするってことです。吹いてるときはこれ難しいですね。風があんまりないとき。まあ、3、4メーター吹いたら最高の練習になりますよね、えー。それを練習してください。っていうことです。えー、今回は2つの最大のポイントつがありました。コンバージョン。 前傾前乗り,りコンバージョンですね。これをもっともっとそうすることによって、ジャイブツアーは本当にシンプルに簡単になります。そして最後の2つ目のポイントは、粘点。体のねじれです。上半身と下半身をうまくねじれを使う。そのための練習というのは、ウィンドサーフィンの場合だったら、スイッチスタンスの、セーリングの練習をするということです。風が弱い時でも練習をする。 それによってこれは体で身につくことができる。ということです、えー。この2つのポイントです。今回ね、だいぶ話が長くなっちゃいましたからね、えー、この辺で終わりますけども。えー、以上です。それによって後半止まらない、加速するっていうふうにどんどんつがってきますので、ぜひ練習してください。今回はこの2人、F 君とノブ、えーえー、この2人の対比画面によって、えー、どこが違うのかっていうことを検証しました。えー、これ、とても参考になると思います。 えこれをしっかり頭に入れて練習していただけると、えー、どん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 、えー、ジャイブ、後半、どうしてもうまくいかないなっていう人、これはノーマルジャイブでもフォアレーキでも一緒ですので、ぜひとも練習して身につけてください。えー、本日もありがとうございました。えー、健闘を祈ります。